ポンちゃん、おはよう。おい。はい、朝6時を過ぎています。この下剤を飲み始めております。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃんは甘えています。ポンちゃん、ポンちゃん。ジャン君はまだ起きてきてません。いや、起きたよ、もう一回ね。散々ポンちゃんとも取っ組み合いしたし、あ、そうですか。お父ちゃんのトイレにも行ったし。ねえ、はい、現在は8時40分を過ぎたとこです、下剤を飲み終えて今トイレにすぐ行ってすぐ帰ってきてすぐ行ってっていう繰り返しです。これが収まってきたら、血圧の薬を飲んで待機ですね。あ、シャワー浴びようということで頑張っています。ポンちゃんは寝ています。はい、今目が覚めましたが夜の7時半でした。朝なの夜なのなんだか分からなくなったんですが、帰ってきてプリンを食べたら爆睡しました、うん、無事、ポリープ発見され、結構大きいやつになってるのを5個取りましたよ。はい、ありがとう。今のはおめでとうのニャーだよね。おかえりね。帰ってきたのって2時ぐらい、2時とか3時とかだよね。あの、施術の時にですね、鎮静剤を、入れますねっていうことで、点滴で鎮静剤が入った途端寝ました、うん、寝たので、何が起きたかさっぱり知らないうちに終わっておりました。いつもはなんか苦しい思いをするんですけれども大丈夫でした。大丈夫っていうかね、これがいいかな、このやり方だったら全然怖くない、うん、あの結構昨日から緊張感高まっていったんだけど、このやり方で今後やると思うので、だったらもう気楽にね行きます。そしてあんまり今回4年間ブランク作っちゃったので、結構多くなりましたけど、1年か2年ぐらいごとに行ければいいかなということで、ジャン君は寝ております。ジャン君後で遊んでちょうだいね。今日は絶食はしなくていいそうです。絶食ではなくて、うどん程度だったらいいよって言われましたが、ちょっと怖いので、いろいろ考えます。うどんでもよく噛めばいいのかなということです、うん、ありがとうございました。ポンちゃん、ジャン君、お留守番ご苦労さんでした。